皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。トロピコシックス、実況始めます。観光業始めました前回。おいでませトロピコへ。何分初めてなもので手探り状態ですけどね。新しいビジネス始めるのは楽しくていいな。もっとリッチかつエレガントな観光地目指していかんとな。それでは今回も南国生活頑張っていきましょい。さて1999年を迎えた我がトロピコ、未だに冷戦の真っ只中。もうノストラダムスさんも引退の時間やで。現在の目標は観光客累計500人の獲得。現在の進捗は100人。500人いけば次の時代に進めるのね。今回はごっこにも余裕があるので次の時代に行くのを遅らせる必要はありません。ひたすら観光地の強化に専念やな。その観光の現状、ホテルは常にほぼ満員御礼を維持。いいね。問題は遺跡の近くに建てたモーテル。こちらは閑古鳥が鳴いている状態ですね。観光名所の真横って行けてる立地だと思うんだけどね。この辺りのテコ入れが必要でしょうね。そういえば前回の最後でこっそり建て始めていた施設が完成しました。プレジデンテに内緒で何やっとんねん。金には余裕あるからいいでしょ。で、何を建てたの？建設したのはこちら裁判所。まあ高値にならない物建てたんやな。実はそうじゃないんですよね。なんですと？裁判所を建てると刑務所の受刑者の数に応じて収入が入るそうです。そりゃええな。ガンガン民衆を無所にぶち込んだれ。あ、これちょっと独裁者っぽくね。意識せずとも我がトロピコの刑務所は常に満員御礼。まあそこそこの収入にはなるでしょう。ええやん。あれ、それってトロピコの治安悪すぎ。では観光業のテコ入れ開始。モーテルの集客をなんとかするためにバス駐車場を1件追加します。路線ごとに駐車場建てなきゃなんないのがコスパ悪いのよね。でなけりゃもっとガンガンバス走らせるってのに。地味にスペース取ることもあってなかなか路線を増やせないのが悩みの種。さらにアメリカ大使館隣に建設したファーストフード店を観光地に移設。すまんなケツアゴ。場所は高級レストランのお隣。カジュアルからラグジュアリーまで幅広くカバー。ソビエト大使館隣のカクテルバーも移設。こちらはモーテルのご近所に設置して集客を狙いましょう。すまんなゴルビー。ケツアゴもゴルビーもまたなんかおねだりしてくれや。何を建てても完成したらどうせ移設するんですけどね。バス停が完成したので早速路線を設定。支店は観光港のすぐそばに置きます。そして終点をモーテル前に設定。港からのアクセスを良くすることでモーテルにも観光客を誘導しましょう。便利で安いお宿だからもっともっとご利用お願いするのよ。テコ入れの効果が出たのかモーテルにも観光客が入り始めましたね。2軒中1軒はほぼ満員です。でももう1軒はガラガラやな。次のお客が来ればこちらも客入りが増えるでしょう。知らんけど。ホテルの裏側には土産物屋も建設。観光施設を増やして観光地としての魅力をさらに高めていきましょう。正直まだ見どころが少ないのよね。もっとエンタメできる場所も増やしていかんとな。いろいろとテコ入れした成果が出たのかモーテルの客入りは増加。2軒ともほぼ満員状態を達成。やったぜ。一方でホテルの客入りが減りました。ダメじゃん。モーテルの方がお値段が安いので使いやすくしたことで客が流れたようですね。あっちを建てればこっちが立たずってやつなのよ。観光地としての魅力をさらに上げていけば観光客も増えます。来た観光客は空きがなければホテルに泊まるしかないですから、要はさらに観光施設を建てていけばいいんです。ええなんか。ええんやで。ということで遺跡のお隣に観光施設である民族居留地を建設。要はあれです。明治村とか上州三日月村みたいな。あれ、三日月村って何なの？小枯らし紋次郎のテーマパーク。客こなそう。観光ばかりにかまけて内政がおろそかになっているのでちょっとだけそちらも配慮。最近汚染が激しくなってきた発電所の近くにゴミ捨て場を建設しました。満足かずれた。まあゴミ捨て場も周囲汚染するんですけどね。ずれたすまんな。それでも発電所に県の汚染と差し引きで多少は減る感じですかね。この辺りで勘弁してくれやずれた。施設を増やした効果でホテルも再び満員御礼。まっことありがたし。当然モーテルも満員。そろそろ宿泊施設のチャパが足りなくなってきましたね。足りないのなら増やせばいいじゃない。ということで2軒目のホテルを建設開始。本当の観光業はお試しのつもりだったけど意外にいけるやん。とは言ってもまだ観光客の数200人にも達してないんですよね。マジ？もっと来てると思ってたのよ。まあやっと宿泊施設が足りなくなる程度にはなりましたから、ここからさらに伸ばしていきたいですね。客室増の効果はすぐに現れ、訪れる観光客数が一気に増加。新たに建てたホテルも含めて満員御礼の嬉しい悲鳴。今まで一隻のフェリーで来る観光客の数20人いかなかったのに一気に40人超えてきたのよ。やはり宿泊できる部屋数は観光客の数に大きく影響するようですね。観光に来ての熟するわけにもいかんからな。観光関連の収入も徐々に増加。施設を増やしていけばまだまだ増やせそうですね。材料いらないし、観光業これはいけるのでは。勉強のつもりで始めましたがこうなるとちょっと欲が出てきますね。
ということでさらなる儲けを期待してカジノを建設。がっぽり負けたってくれや観光客に決めき。観光客の増加に対して観光施設のキャパが追いつかない状況ですからね。客単価の高そうなカジノでさらなる収益を期待しましょう。オケラになったらトロピコで働いて航空券代稼いだってな。ホテルからはちょっと距離がありますが、海辺には桟橋の遊園地も建設。こちらは観光客だけでなくトロピコ国民も利用可能にしておきましょう。プロレタリアにキネキの住宅地も近いしいいんじゃないかな。その手前には大聖堂も建設。宗教施設なんで観光には関係ないですが景観的に映えるので、これにはザビエルもにっこり。桟橋の遊園地は造船島にも建設。最近娯楽に関する幸福度がちょっと落ちてきていますので、各島の住宅地にもそろそろ娯楽施設を増やした方が良さそうですね。21世紀になってやっと娯楽の味を覚えるトロピコ。施設が充実すれば観光客の数も増え、2軒のホテルとモーテルも大繁盛の状態。また客室不足になっとるやん。これは嬉しい立ちごっこですね。ということで3軒目のホテルを建設開始。で、絶好調なのよ。観光客の累計も350人を突破。この調子ならかなり早いペースで500人に到達しそうな勢いですね。そんな順調に見えた我がトロピコですが、久しぶりにゲリラの襲撃が発生しました。毎回選挙演説の時狙ってきてやがったのに今回早いな。狙われたのは観光地のグルメレストラン。弊社からちょっと遠いしあいつらたるんでっから大丈夫かしら。なんせ目の前でプレジデント襲われてても出動しない給料泥棒。これ結構やばない。しかし迅速に出動した勤勉な兵士たちによってゲリラはあっさりと撤退。なんでや、プレジデント襲われた時と対応違うやんか。そんなタイミングで環境保護論者からのおねだり。うっせ、今それどころじゃねえんだ、すっこんでログれた。ちなみに環境保護論者の支持率現在ぶっちぎりの最下位。なんもおねだり聞いてないから当然やな。まあ無茶なおねだりばかりしてきますからね、この方。支持率なんかブローカーに君ちょっとお願いしてこうたらええねん。そしてやってきました選挙の季節。毎度おなじみ。さて今回の演説はどうしましょうかね。また再放送でお茶にごしましょうか。これって絶対演説しなきゃあかんの。別にやらないならやらないでもいいですね。じゃあパスで。プレジデントは多忙なのよ。支持率は高い状態なのでまあ大丈夫だとは思いますけどね。観光客も目標の500人まであと少し。ホテルはいつも満員御礼で絶好調。勝ったな、風呂入ってくるわ。そう思っていた時期が私にもありました。あれほど好調だったホテルですが現在閑古鳥が鳴いている状態ですね。笑っちゃうくらい客がいません。なんでや。現在我がトロピコに滞在する観光客の数堂々の0人。どうしてこうなった。それが全然原因がわからないんですよね。好不調の波があってもこれまで観光客ゼロなんて状態はなかったんですけど。やっぱあれか、カジノで身ぐるみ剥いだ客を石油採掘場送りにしたのがまずかったんか。んなことやってたんかたりめえだろ。それとも土産物屋で輸入した粗悪おもちゃをぼったくり価格で販売したのがあかんかったんか。マジに何やってんだ。ああもうこれどうすりゃいいのさ。原因不明ではなんとも。せっかくあと100人ちょいで目標達成だったのに。プレジデンテ、トロピコに観光客が殺到しています。そんなことを言っていたら一気に130人の観光客様がご来訪。よくわからんうちに目標達成しちゃいました。どういうことなの。たまたま観光客の入れ替えタイミングがマッチしていたってことなんですかね。少なくとも100人単位のお客様が一度に来るのであれば特に問題なかったのかもしれません。マジか。そんなこんなで目標達成。ついに我がトロピコも現代に進む時が来ました。冷戦時代短かったな。それでは現代の幕開けです。ポチッとな。未来が現在になり、現在はやがて過ぎ去り、過去になっていくことでしょう。現代にも進むことができましたし、今回はこんなところですね。冷戦時代あっという間に終わっちまったのよ。まさか条件一つクリアで進めるとは想定外。まあ金はあるから今回はええか。そうですね。いよいよ最後の時代です。できることはまた多くなりますが、国家や派閥との関係もより複雑になります。ふんどし締め直してかからんとな。それでは現在のあけぼのを迎えた我がトロピコを眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。